アリスです。あの久々の森ラジです。あの森ありラジオなんですけど、これは本当にあれですね、全くのあのなんだ、普通の私のいつもの動画とは別物です。でこの森ラジはあの夜の10時とか11時ぐらいにみんなが寝る時間に、すごい長いあの本当にものすごく10分ぐらい近く勝手に森ありが喋るっていうだけの枠なんですけれども、あの特に別になんかこう今回喋らなきゃいけないことってなくて、じゃあなんで撮ったんでってなるじゃない。あのね、風邪ひいたのでね、あの鼻声なの分かると思うんですけど、結構なね風邪ひいてて、今の分かった、熱測るね、これこれさ音だけだと分かるのかな、熱測りますね、ちょっと待ってね、よいしょ、うん、やばい、ちょっと待ってね、はい、寝れました。あ、増えてらっしゃる、あの今ねすいません、結構終始黙ってたんですけど、お口で測るタイプの体温計を買ったんですよ。でね、昨日ねあのすっごい本当にね、みんなね風邪ひいちゃダメだよ、風邪ひくとね本当にねお金かかるっていうのは、私あの病院行ってないんですよ。で今熱ね7度5分、まあまあまあ、あの私平熱6度、今3から5ぐらいなんですけど、まあまあまあある方というか、あるね熱はあるんですけど、でまあなんだ、いい感じに頭痛もしていて、いい感じに鼻が詰まってて息できなくて窒息しかけてて、でいい感じに喉もなんか痰が絡んでもなんかわけわかんなくなってるんですけど、ね、あのね本当にね、みんな風邪には気をつけた方がいいよっていうの本当に思った今回のことで、あのなんででもね、どっからもらってきたのかわかんないの、今回の風邪に関しては。別にだってこうちゃんが風邪ひいてるわけでもないしさ、かといってさ私の周りの人が風邪ひいてたわけでもないしさ、うん、なんか私が咳をしだして、あでもこうちゃんは咳してたかな、でもね風邪はひいてないんだよね、こうちゃんは咳だけしてる、で風邪はひいてないの、これからなのかな。でもね、いつも私とこうちゃんって同時に風邪になるんですよ、同じ本当に同じ日に風邪ひいて熱出してるんだけど、だから今回も絶対ねこうちゃんからうつされたか、こうちゃんにうつすかどっちかなんだけど、今結局ね同じ布団で寝てるから、うつっちゃうときはうつっちゃうんだろうけど、でもね今回についてはほんと誰が原因かがさっぱり分からなくて、これはどこから来た熱なんだろうみたいな、あ今電源切った、そうでね、なんか思ってたので、なんかまず今回買ったもの、これは本当に森ラジじゃなくて本当は画像でこれ買ったんですボンってあげたかったんですけど、そうね、そうか、いやそうだな、そうね、なんかもう難しいよね、森ラジなのにさ、ちょっとなんか私いつも真っ暗でやってるじゃない、見てる子はね、森マニを見てる人はあのなんだろう、森マニって森崎マニアなんですけど、
あの森マニを見てる人は基本的には森やりに対してあまり高望みしてないっていう、あの素晴らしい傾向にあるんですけど、あのではなんだよ、もそのラジオの時は本当に真っ暗な状態で私はやりたいんですよ。っていうのはみんなが10時とか11時とか寝るタイミングで私が、まあ、ラジオキャスをしているような感覚、ラジオをしているような本当に寝る前に聞いて寝ようかなぐらいのそういう感じでやってるから、だから今回のラジオがこれ何回目だろうな、これ何回目だろうか、3、4回目ぐらいなのかな、ラジオでもね、いろんなこと喋った記憶はあります。なんでちょっと定期的にね増やそうかなって思います。なんかあのコメントとかでも質問とか来たり悩み相談が来たりいろんなことが来るんですけど、やっぱり私の言葉で返してはいるんだけれども、あの声でねちゃんとお返ししたいなっていうのもあって、かといって今ね見せれない状態じゃないんですよ。全然あの、まあ、なんだあの全然スタンディングオベーションでいるんですけど、でもねなんか要はさ今ねむしろね逆に動画撮ろうって思ってる格好をしてるの、今見えてないけど、見えてないんだろうけど、そんなのだからすごいあのそうなんですけど、なんかねやっぱり体調がいい時に顔色がいい時にやりたいなって思ったからねって思ったので、今日はちょっと森ラジにしました。でこの森ラジはなんかあれなんですよ、森ラジだよね、もともとあれなんかほんと久しぶりすぎて森ラジだった気がするんだけどな、なんかもう適当すぎてでもね私本当に森ラジの時はあれですよ、本当にノン編集だからみんなとおしゃべりをしている感覚で、てかもうおしゃべりを本当したいので、だからこうやってわーって喋ってるんですけど、なんだだからもうみんなもねあの森やり的にはうなずきながらあれです、本当になんだ聞いてほしいです、うんうんって。で今回のこの体温計だったりね、体温計高いのよね、ほんとびっくりしちゃった私。なんか最近ね主婦活動みたいな感じでするようになって、あのなんか行きつけのスーパー的なスーパーとあの薬屋さんがね合体してるとこがあるんだけど、なんかそこに始めてポイントを貯め始めたのなんだけど、なんかそこのポイントのねやり方っていうのがすごくうまくて、なんかあの1回来店で1000円以上につきなんかその10ポイントですとか、で2回目は25ポイントです、3回目は50ポイントですみたいな、で合計くると200ポイントも貯まりますよみたいな、なんかそういう感じので、だからね多分ね森やりのねキャスをね見てくれてる子はなんでアリスちゃんいつも1000円ぐらいに収めて買ってんだろうって思ってる子いると思うんだけど、そういうことなんですよ。だから来店1回につきそのスタンプが押されるからもったいないってそうなってそうたんですよ。なんかねうん、そうだから今回のねこのなんだメディカルの体温計は1083円だったんです。それでなんか中途半端な金額だなと思って、それでなんかどうしようかなと思ったの。でももうこの状態だしさ本当にもうさ風邪ひいてるしどうしようかなと思って、でね一番安いのでいくらですかって言ったの。そしたらなんか測るのに10分かかりますけど大丈夫ですかって言われて、ええー、と思って、えそんな、しかもなんかでもお口と脇兼用みたいなどっちでもいいやつだったけど、でもさ
200円の差でさ、なんか10分もさ脇とか口にさそれ突っ込んでんのって思ったらさ、だってただでさえさもうだるいのにさ、このうわーってぐったりしてるのにさ、そんな10分もなんかドライでなんかやってられないよって思ったわけ。だからなんかなんだそう、だからね1083円の2番目に安かったやつを買ったんですよ。でね、ここがポイントっていうか、なんだろう、私の中では要はさっき言ったじゃん、1000円以上っていうのが目安としてね、1000円以上で来店1回で10ポイントだから、で1日に1回しかそれ使えないからさ、だからそう考えるとね、他にもね冷えピタだったり薬だったり氷枕だったりとかいろいろ必要なわけですよ。だから1回のその来店で今回は絶対に終わらせなきゃいけないやつじゃん、熱だからもうさマッハで下げなきゃいけないからさ、だからその来店3回分ぐらいをもうその薬と水枕氷枕と体温計となんだそういうの冷えピタとか栄養ドリンクとかに費やして、はあポイント60ポイントぐらい多分これで溜まったんだろうなって思いながら、もっとだよね絶対、だって3回分だからね、だから60とかな80ぐらい、もったいないなと思って。でなんでその盛り上げがねポイントを貯めてるかっていうのは、あの普段こうちゃんにいろいろしてもらってるからっていうのもあるんだけど、そのポイントでなんかね景品がもらえるの、なんかあのチケットとかさ、そう景品がもらえるんですよ。だからあの景品をもらってそれをこうちゃんにプレゼントしたいなと思って、コツコツとね主婦作業的なものをやってるんですけど、でもなんか今回の熱に関してはね本当になんかねもうね自己管理がなってなかったなと思ってすごく反省して、なんか泣いても終わらないし泣いても咳出るし鼻詰まるし息できないし夜苦しくて起きちゃうし、もうねはーってなるの本当に、鼻がねほんと通らないから。でも俺よりもともと鼻がすごく弱くて、あの暖房とかもアレルギーでね息詰まったりとか、タバコのあの煙とか吸うだけでも結構目とかね結膜炎になっちゃったり、なんか本当に鼻も要は目と鼻ってつながってるからさ、本当に鼻もね弱くて息できなくなっちゃうの、その煙だけでも。だからなんか別にタバコ吸う人友達とかいるけど、だから友達にはすごいなんか気遣わせちゃってて申し訳ないなって思いながら、だから風邪ひいた時に泣くっていうのが一番私の中で本当にもうねもうね窒息のレベルなんだよね。だから風邪ひいてる時には極力泣きたくないっていうか、だから感動するドラマとか避けてるし、なんかもうなんていうのもね、私ホラー映画とかはね笑っちゃうから全然なんだけど、感動には弱いからとりあえず泣くのね。でなんか泣き虫だから何でも泣くんだけど、でも何でも泣いちゃうの本当に。でも別に感情がなくて泣いてわけじゃないよ、なんかいろいろ多分感情が混みすぎちゃって混雑して泣いちゃうんだけど、でも我慢はしてるんだよ私の中で、してるんだけど泣いちゃうから、結局鼻詰まりプラス泣いて鼻詰まって自分で窒息しそうになってはっはっはっってなって、それでパタンって寝るみたいなのが最近の盛りやりの流行りらしくて流行りっておかしいけどそうなんですよ、そんな感じなんです。今これ何分ぐらい喋ったか、15分くらい喋ったかな。ということでちょっと今日はたわいもない会話をまあ、いつもたわいもなさすぎる会話なんですけど、もうたわいもなさすぎるってよくわかんない、もうねもう私に期待しなくていい本当にさあ、そ
そうです、今の森やりに何も期待しちゃいけない、今日の森やりには期待しちゃいけない。あーもうね、喉がやばいということで、風邪をひいた時は皆さんポイントを貯めるにせよ、そうですね、お金がすごくかかるし、なので健康が一番ですよ。でも夏休みだからってみんな、そうだ夏休みだね、そうだね、私明日学校でしょって言うと思ったけど、夏休みかみんな、そう夏休みだからってね、こうやって夜更かしして悪いね、悪い大人のお姉さんが、お姉さんなんだかおばさんなんだかわかんないですけど、あげてね、これを聞いてくれてたけどもありがたい、はい、ちょっということで、もうなんか寝かせなきゃなって思うから、皆さん今日もいい一日を過ごしたでしょうかエンディングが下手すぎて何も言えないはい、ということで森アリでした。またラジオ、森ラジのリクエスト募集してるので、募集してるというか、なんかもう自由なので、個人的にというか、森アリチャンネルってだいぶ自由だから、アウェイフリーダムなんかピタッとくる言葉がない、なんだろう、とりあえず自由なので、皆さんコメントよろしくお願いします。ここまで聞いてくれた方は本当に本当に神様の人、こんなわけわからないことに結論風邪をひくなと言いたかっただけなんですけど、はい、ということで無理やりでした。皆さんおやすみなさい。Bye-bye.